スクイーズボトルとはスポーツドリンクなどの飲用ドリンクを飲むために開発された携帯用のボトルである。スクイーズボトルの一例水分補給の際にボトルを手で握ることで中の飲み物を押し出し飲むことができるのが特徴である。名称のスクイーズは英語で押しつぶす、絞り出すという意味がある。ポリエチレンやポリプロピレンといった柔らかいものが 素材に使われているのが特徴で、形状は水筒のようなものが多い。誕生にはアスリートが効果的に水分補給をするために、スポーツ飲料メーカーが開発したという背景がある。ザバスやポカリスエット、スポーツメーカーなども製造を行っている。水筒のような金属製の容器は、スポーツドリンクに含まれている酸性が触れると、稀に金属が溶けてしまうことがあり。 劣化の原因となる。その点で、スポーツドリンクの形態には、水筒よりも適しており、水筒以上に簡単に、水分補給ができるというメリットもある。水筒に比べ保温、保冷効果がないのが欠点だが、温度をできるだけ保つためにスクイーズボトル用の、キャリージャケットも製造されている。また、保温、保冷機能を搭載したものも中にはある。 ペットボトル飲料と比較すると、スクイーズボトルはワンタッチでキャップを開け閉めできたり、ボトルを倒してしまっても中身がこぼれにくいのも特徴である。ボトルを冷凍されると変形や破損の恐れがあるので注意が必要。スクイーズボトルで細かく洗いにくい部分には重曹やクエン酸が効果的である。AB、スクイーズボトルはスポーツに必須。保冷できる。 おすすめや洗い方まとめ。ヤマハック。2019年4月1日閲覧。AB。スクイーズボトル鉄板をおすすめ。人気ランキング11000。スポーツなどの水分補給に。2019年4月1日閲覧。ありがとうございます。